吉さん、不可能を可能にするって言葉があるじゃないですかあれっていうのはそんな特別なことじゃないのかなと思いますまあ言ってみれば未経験を経験にするっていうのと同義語なのかなと思うんですよじゃあ不可能を可能にするってねえ例えば私がね1分間にリンゴを2個食べましたそういうのがあるとするじゃないですか1分間にリンゴを2個私は食べたことないんですよでも多分やったらね1分間でリンゴ2個ぐらいは食べれると思うんですよね で、経験してないか経験してるかの違いだと思うんですよ。じゃあ、みんなの銀行とか、第一生命のネオバンクっていうアプリがありますよね。これも、あ、自分にはもう紹介とか無理だよって言ってるうちは不可能なんですよ。だってやってないわけですから。でもやってみたら、結果的にダメかもしれないけども、やったっていう結果が生まれてね。で、それを繰り返したらどっかで1件ぐらい決まるんですよね。それこそ吉田さんが言われたように、ね、私たちは、 例の作戦がありますからね。ワントゥーワンでみんなの銀行をほらって送り込むっていうね <laughs>。これは断るの結構きついですもんね。うん。だから、あの、私もやってるんですよ、これ。何人かの人に、一番最初にね、どうしても、最初から1万とか2万のインパクトが欲しかったんで、もうメールでね、すごい案件があったんで、1500円も早めに取ってくださいよ、みたいな感じでね、ズバッと送ったんですよ。さあやっぱり9割以上の確率でやってくれましたね。最初の4、5件ですけどうん、そういうのが、 究極は私たちありますからね。あれだったら、そのメールマガジンの登録してる人を一覧出して、一件一件メールアドレスを抽出して、で、お久しぶりですと。いつもメールマガジン読んでくれてますだったら今回の案件やらなくちゃみたいな感じでね、個人メール送ったら、これは効きますよね。相当やってくれるんじゃないかなと思います。まあ、あの、ね、吉田さん、さすがにアクセスが低い私たちでも、30人ぐらいにお金がかからない なおかつお金を稼がせるようなね、アフィリエイト決めるのはもうね、増産もないことだと言えるんじゃないかなと思います。はい。これがまさにね、麻雀店しか知らなかった私では不可能だったことが、麻雀店を手放すことによって可能になった瞬間かなと。まさに不可能を可能にした、そんなエピソードでございました。いってらっしゃい。